はい、えー、それでは監査論の改正論点の担当論文対策ということで、えー、やっていきたいと思います担当はレック千人越久坂ですよろしくお願いいたします、えー、今回はですねまず令和2年の11月に行われた監査基準の改定、ねえー、これがですね、えー、今度の令和3年12月の担当から試験範囲に入るというね、えー、明確なアナウンスがありました ですのでこのね令和2年の監査基準の改定それとこれに伴う換気法の改定について今回ねこの担当論文対策ということでやっていきたいと思っております。でね今回注意していいいただかなきゃいけなけののがこの 令和2年の11月の監査基準自体のね改定は明確に入りますよということがアナウンスされていますもうこの12月担当から入りますよとただね令和3年の12月この12月の担当は 令和3年4月1日現在施行の法令とか基準これに基づいて出題しますと言ってるんですよね。で何が問題かというとこの令和2年の監査基準の改定はもちろん入るんですけどもこれに伴って換気法の540会計上の見積もりと720その他の事項これが改定されてるんですよ。でこれが改定されたのは令和3年の1月ですからこれも試験範囲に入るんですね。入るのは明確なんです。ただ こ、えー、令和2年のこの監査基準改定に伴ってリスク評価の部分がちょっとね考え方が大きく変わった部分があるんですけれどもそこに関する換気法って315なんですよでこの315に関しては令和3年6月に改定されてるんですつまりね令和3年6月ということは令和3年4月1日現在はまだ 改定されてないので、えー、厳密にこの CPAOB 公認会計士監査審査会の出題範囲を読むとこの令和3年12月担当では315環境法315の新しい改定版は試験範囲に入らないということになるんですよ。ただねそうするとおかしなことが起きる。なぜならば令和2年の監査基準の改定その内容を反映させたものが環境法の新しい315なんですよ。でもそれは 試験範囲に入らないで、えー、古いで古つまり令和2年の監査基準改定の反映されてない古い315が試験範囲だということはこれ明確なんですねそうするとじゃあどうするんだと、ね、新しい監査基準は試験範囲だけれどもその基準の考え方があ反映されている環境315は範囲じゃないとなると。 まあ試験委員の先生方ね315からはちょっとなかなか試験出せないんじゃないかなと思うんですよ。だって監査基準の根本的な考え方が変わってるのに古い315を出すっていうのはちょっとね、えー、まあ考えにくいかなと。なのでまあ出るとすればあのその試験範囲のえー アナウンスを逸脱してね新しい315が出る可能性っていうのはあるかもしれないです。まあただね、えー、そんな細かい315の細かい規定を出すんであればまあ監査基準のね令和2年改定された部分をあのー、基本的な部分を出すでしょうからまあそういう意味で環境315の重要性っていうのはあのー、ちょっとね今度の担当に関してはつまり令和3年12月の担当に関してはあまりないのかなとね、えー、思います。ただあのー、ご注意いただきたいのは その次の担当つまり令和4年の5月の担当とか令和4年の論文式ね8月にある論文式、えー、これには出るはずですよだって、えー、その 令和4年の5月とか8月の担当論文については令和4年4月1日現在施行の法律あるいは基準で行われるはずなのでそういう意味ではあのこの12月担当と5月担当つまり令和3年12月と令和4年の5月の担当で、えー、質荷範囲がね若干変わってくるというところにご注意いただきたいと思います。はいでえー、今回はまず、ね、令和3年の12月担当 のことをね、えー、まず視野に入れて、環、え、境、ー、の315っていうのは。 基本的にはですね、このあの講義では扱いません。で、三百十五については、またね。あの、令和四年になった時に、まあ、五月担当、十、あの、八月論文、えー。ここの目指す方のためにですね。あの、さらに追加で、まあ、改正講義をやることになるかなというふうに思ってますので、そちらはね、ご安心ください。まずは、環境三百十五を除いた。えー、環境五百四十と七百二十、ここの改定ね。えー、ここの改定は、まあ、試験範囲ね。え、令和三年の十二月担当も。 出ますので、えー、ここでやりますしもちろん根本となる令和2年の監査基準改定もやっていきたいと思いますはいな長くなりましたけれどもではね、えー、具体的に中身をね、えー、見ていきましょうはい、えー、レジュメのね、えー、1ページ目 え見ていきましょうで、えー、令和2年11月監査基準改定論点ということで,でここ、まあ、今言ったとこととね重なりますが令和4年の第1回担当試験、えー、つまり2021年12月実施で、えー、出題範囲とされることがあ会計士監査審査会 CPAAOB からね公表されたんだということで、えー、今回扱っていきます。で令和2年の11月監査基準改定の大きな内容はこの2つなんですね。で1個目 いいですか？線引きましょう。その他の記載内容に関する改定です。で、2個目がリスクアプローチの強化に関する改定。これも線引きましょう。はいで、えっと。まず1個目読んできます、えー、その他の記載内容に関して、監査人が実施すべき手続きを明確化するとともに、監査報告書にその他の記載事項記載内容の区分を設け、必要な記載を求めるということで。 監査報告書の非難型が若干変わりますね、えー、この点はちょっとね注意しておきましょう。で、その他の記載内容について、えー、どんな監査手続きをやるべきなのかというところが明確になったと。で、そもそもその,のその他の記載内容って何かっていうところもね、この後見ていきたいと思います。はい。で、もう一つがリスクアプローチの強化なんですね。で、えー、これ財務省項目レベルにおいて固有リスクと統制リスクを ここちょょっと線引きましょう分けて評価とというところね分けて評価するんだと、えー、これは平成17年の監査基準の改定で、えー、これね固有リスクと統制リスクを分けて評価することは監査人の視野を狭めるんだみたいなことでね、えー、固有リスクと統制リスクを合わせた重要な虚偽表示リスクとして評価するのを原則としましょうただ分けて評価することもできますよっていう改定が実は平成17年にあったんですよ。そそれれまででは分けて評価すするんんだったんですそれがこの えー、17年改定で分けないんだと言ってたのにまたですね、えー、この令和2年の11月改定で分けて評価するんだということになりましたまあこれは理由がねあります、ねえー、この理由はあしっかりとこの後見ていきますんでまあ一応まず分けるんだということが原則になるということですね。はい、そして まあここなんですね分けて評価することがなんでかというとここにつながるんですけども特権リスクです、特別な検討を必要とするリスクについて固有リスクの評価を踏まえた定義とすると、まあ、特権リスクというのは固有リスクの評価が肝なんだというところが、ね、ポイントであってだからこそ固有リスクの評価を踏まえた定義とするんだということなんです。これも詳しくやっていきますね はいで次もう一つ会計上の見積もりなんですねまあ、これ会計基準出ましたからねまあ、それに伴うというところもあるんですが会計上の見積もりについてのリスク対応手続きとして原則として経営者が採用した手法並びにそれらに用いられた家庭およびデータを評価する手続きが必要である点を明確化するとまあ、これもともとね換気法の540なんかはまあ必要とするようなことは書いてあったんですけれどもまあこのね評価する手続き必要だってことは書いてあったんですがあの監査基準にはねそこが明確に ななってなかってかたということでまあちょっと1行監査基準がに、えー、付け加わったということになってますね。はいで、えー、じゃあこれ監査基準のこの令和2年改定はいつから適用されるのかということなんです。でこのその他の記載内容に関する改定実はこれはもう今現行のね、えー、今あの3月決算の会社っていうのは令和3年の4月1日から令和4年の3月。 いう 1> 1年間の会社が日、まあ、本多いですけどもこの令和4年3月期だから今走ってる1年間つまり2022年の3月期決算にかかる財務省の監査から適用されてもう早期適用も可能だったということなんですけども、まあ、基本的にね令和4年の3月期決算からあ適用されると。で、えー、リスクアプローチはねこれ1年後なんですよ。 令和5年の3月決算にかかる財務省の監査からと。な,なので、まあ、ここの点からもねリスクアプローチの強化、まあ、ここはあのもう大目玉があの大目玉というかね改定の,もうのもう重要なポイントがあの固有リスクと統制リスクを分けるんだというところから始まって特権リスクの定義が変わったというところなんですがこれの適用は令和5年3月決算からということなんですよ。つまり 適用が遅いんですよねで適用が遅い時に試験に出ないかっていうと担当はね出てるんですよ今まで。 で論文はこの間ね、えー、ついこの間の令和3年の8月の試験で初めてね、えー、監査上の主要な検討事項カムが出たんですけどもこれもね実務では初めて適用されたタイミングで、えー、出たということで監査基準は、えー、平成30年に変わってたんですけども令和3年の試験で出たということなのでちょっとね論文でこのリスクアプローチの改定が出る可能性っていうのはやっぱり低いそこまで高くないんでしょうけど担当ではねもうこの。 部分というのは出る可能性十分あるでしょうから、まあ、しっかりね見ていきたいと思います。 はい、で、えっと、監査基準委員会報告書の主な解説、これさっき冒頭で言いましたけども、2021年1月、令和3年1月に720と540、これがね、変わったんです。で、720ってね、これ、もともと吹き出しに書いておきましたが、監査した財務書表が含まれる開示書類における、その他の記載内容に関する、関連する監査人の責任っていう、長ったらしいねあのタイトルだったんですけど、もね、ズバリその他の記載内容に関連する監査人の責任ということで、あの冒頭のこの、監査した財務書表が含まれるとか、こんなところは、 覗かれたとということであと会計上の見積もりの監査は名前は変わってないですけども中身がだいぶ変わっちゃってでだいぶ変わったってどのぐらい変わったかっていうとねあの今までの監査基準委員会報告書の,あの改定っていうのは新旧対表ここがこの例えば A4 項があこう変わりましたよとか出てたんですけどあの対応表が出ない出ないっていうのはどういうことかっていうともう構成とかがあの。 かななり変わったのでで出せないんですよねだから新しい基準をやりましょうってことで鍼灸対象用が出てなくてむしろ説明資料が出てるみたいな感じになってるんでちょっとねあの概念的にはそんな変わってないんですけども基準が大幅に変わったと。でしかもですね、まあ、まだここの540はいいんですけども次。 この2021年6月令和3年6月に変わった環境315年、ね、これなんかはもうね、あのー、これも新旧対象表が出てなくても,うもちろん720も出てないんですけどねこ,こ,はこの今回の改定は大きく基準が変わったので新旧対象表が出ないぐらい変わっちゃったということなんですでこの315に関してはねもうひどいんですよこれ私が言っていいのか分かんないですけど直訳感が半端なくてですねあの315はもうなんか。 国際的なね監査基準の翻訳をしただけみたいな感じになってものすごい分かりにくいこんなのねしあの受験生え泣かせですよなのでまあ,あ315の細かい部分っていうのはそんな試験出ないと思いますけどね例えば環境600のねグループ監査とかあの監査サンプリングのね基準とかねあの辺って細かすぎてあの実際にあの論文も担当もそんなに出てないんですよ。あのメインなとこあの、えー、なんていうかな あの分かりやすいというかね、えー、もう根本となる部分以外は出てないのでこの315もねそういう位置づけになるでしょうね大事なところは出るけれども細かいところはあの出ないだろうっていうような基準しかもこれね315名前変わったんですよ企業及び企業環境の理解を通じたっていうところからこうリスク評価ってなってたんですけどもそこが消えたんです冒頭が重要な虚偽表示のリ,リスクの評価と識別とでこれはね 企業及び企業環境の理解よりも評価が大事なんだ大事なんだと評価に焦点を当てるんだということで冒頭の,あのタイトルを削ったみたいなんですけどねうんまああの変わったとで一応書いておきましたよ令和4年1第1回担当試験第一回担当式試験つまり今度のね令和3年の12月2021年12月では出題範囲外なんだとただ令和4年第2回の担当式まあ5月実施と あの令和4年の論文では範囲となるはずなんで、まあ、ここはね、えー、おいおいちょっとこの315に関してはまたあ改正講義をねやろうかなというふうにあのー、レック会計士課では考えています。はいということでまああのー、こういったね改正がまず根本にあったと。で、えー、具体的に。えー 2ページ目でね、その他の記載内容の改定からまず見ていきましょう。で、改定の経緯、まあこれはね、監査基準の令和2年の改定について、つまり改定全文の1というところをね、まあ参考にレジュメを作っています。で、ここでまずね、改定の経緯、目的というところですね。で、まあここちょっと読んでいきましょうね。えー、近似我が国では企業内容等に関する情報の開示について、経営者による財務所要以外の情報の開示の充実が進んでいると、まあこれね、本当に、あの、 財務省表以外の部分がどんどん,どん,どん、ね、やっぱ増えてきていて充実が進んでいるとで今後も財務諸表以外の情報の開示がさらなる充実が期待されるということになっていますと、ね、でその後当該情報に対する監査人の役割の明確化および監査報告書における情報提供の充実を図る。 ことの必要性が高まっているということで、まあ、一応線引いておきましょうかここは監査人の役割を明確化するんだということと監査報告書での、ね、情報提供機能のまあ充実情報提供の充実、ね、これを図ることの必要性が高まっているということですよね。で常にあの情報提供の話ってねあれでしたよね情報提供をなぜしないといけないかとね本来的なね、えー あの監査人の、ね、役割ではないですよね、えー。監査人の本来的な役割じゃないのに、えー、副次的な情報提供機能ね、えー、これを充実させる必要っていうのはあ期待ギャップですよね、えー。監査に対してもっとね。えー 役割を果たしてほしいっていうお世間一般の方々からの期待とね実際の監査人の行っている役割との差ギャップね、えー、これは期待ギャップと言いましたけれどもこれをねやっぱり少しでも解消する方向にして監査をね制度として存立し続けるねいうことがありますよねですからまあこういったね情報提供の充実っていうのはそれこそねかむ、えー、監査上の主要な検討事項これに関してもあったわけですけれども、えー、このねあのー。 その他の事項ね、ここでも、情報提供の充実ということで、導入されたと、導入されるということになります。で、えー、と読みますその後特に監査人が当該情報について通読し、ざっと読みってことね、で、当該情報と財務省、または監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討し、検討するんだと。で、その結果を監査報告書に記載することには、 というところでまさににに監査報告書に書くここととなったとでこれをね監査報告書に記載することには監査人の当該情報に係る役割の明確化を図るとともに読みましょう監査のあ、えー、線いきましょう監査の対象とした財務諸表の信頼性を確保、ね、でするという効果も期待されるということであくまでもね えー、監査の対象とした財務諸表の信頼性を確保するねこれが、まあえー、あくまでも監査人の役割ですからね、えー、これの効果も期待されるとまあこれはね、えー、この後具体的に見ていきましょうでちょっと先にこの 吹き出しのところ書いておきましたが従来の取り扱いは、ね、どうだったかというと、えー、財務諸表とともに、ね、開示される財務諸表以外の情報でその財務省の表示やその根拠となっている数値との間に重要な相違がある時には監査報告書に、ねまあ、追記するということで追記が求められてたんです。ねでえーまあ、ただ、ねえー、これ、えーまあ この括弧はまあいいですかね監査人が表明した適正性に関する結論に誤りがあるのではないかとの誤解を防ぐためということであの監査した財務諸表と財務諸表以外の部分の記載があの異なっているとこれ、監査人が監査した財務諸表間違ってるんじゃないのというねそういう誤解を防ぐために追記するとされてたんだけどもやっぱりね監査基準上も取り扱いが必ずしも明確じゃなかったということからね今回、この監査報告書にその他の事項に対する記載を、ね、するんだということになったと。 監査基準の新設規定ということでこれは、ね、あの新しく、ねえー、規定された部分です、監査基準で今までこの規定なかった部分ですね、でまず2の監査報告書の記載区分の2の2というところ、ここにね、あのえー、ここの括弧3がまあ加わったんです、括弧1、括弧2は昔からあるんでちょっと飛ばしてますけども、2の括弧3、これ何かというと、監査人は次に掲げる事項を監査報告書に記載するにあたっては、えー、線引きましょう、別に区分を設けてと。 ということで別に区分を設けるんですねで別に区分を設けてそれで意見の表明とは明確に区別するんだということです。で、まあ、もちろんねこの,あの追記情報とか、ね、あとカムとかねそういうことが他に書いてあるわけですけどもここで括弧コ3番、えー、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書等を除いた部分、ね、これをまあその他の記載内容というわけですけどもここ、先0いきましょうか。括、ね、弧、えー、番この はじめから線行きましょう。監査した財務所要を含む開示書類のうち、当該財務所要と、まあ、それに対応する監査報告書等を除いた部分の記載内容で、以下の後も線行きましょう。これをその他の記載内容、ね、えっ、ー、と、言いますけども、で、これに関する事項、これをですね、別に区分を設けて書くことになったということになっています。えー、今日のレジュメにはね、えー、わかりやすくするためにですね、えっ、ー、と、何ページだったかな、後で見ますけども、えっ、ー、とですね、えー、 ちょっとページ数ごめんなさい。あの、あ、5ページ目か。5ページ目にね、えー、監査報告書のその部分のひな形を載せてますので、後でね、見ていきましょう。はい。で、えっ、ー、と、8、で、その他の記載内容というところで、これ、新たにね、監査基準で設けられました。で、1、えー、太字のところは線引きながら、あの、聞いていただくといいんですけども、えー、監査人は、その他の記載内容を通読、まあ、ざっと読みましょうとこれ、今までなかったんですね。この基準が入りました。しで、当該の後も、これ、太字もね、線引きましょう。その他の記載内容と財務書表、または、監査人が さんの家庭で得た知識との間、つまりいいですか？ その他の記載内容と財務書表やその他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識との間ってことですよに重要な相違があるかどうかについて検討するんだということでその他の記載内容と財務書表は当然検討するしその他の記載内容と監査人が得た知識これもね比較して何か重要な相違があるかどうか検討しなきゃいけないんだとでまた監査人は通読及び検討にあたってここもね線引きますよ、えー、財務書表や監査の過程で得た知識に関連しないここなんですよ財務書 や監査の過程で出た知識に関連しないその他の記載内容ここについてもですね重要な誤りの兆候に注意を払わなきゃいけないということなんですよねだから財務省とか監査の過程で出た知識じゃない部分についてもね、えー、気をつけましょうって言ってるんですねまあ、ここはちょっとね監査人にとってはちょっとあの大変かなというところですよね。はいで2番 監査人はその他の記載内容に関してその範囲経営者および監査役等の責任監査人は意見を表明するものではない旨監査人の責任および報告すべき事項の有無ならびに報告すべき事項がある場合はその内容を監査報告書に記載しなきゃいけないということで今ここに書いたねその他の記載内容に関してはそのどんな範囲を記載しているのかそしてその他の記載内容に関する経営者とか監査役等の責任は何かでそのその他の記載内容に関して監査人は意見を表明するものじゃないんですよ。 人があるのかそして監査人としてどんなことを報告すべきなのか報告すべき事項はあるのかないのかそして報告すべき事項がある場合はその内容これをね監査報告書に書かなきゃいけなくなったんですね。 ただし、まあ、これもね、カムと同じですよ、線引きましょう。財務省に対する意見を表明しない場合には記載しないということで、やっぱりね、あの情報提供する場合っていうのは、やっぱこういうことなんでしょうねえ。単なる情報提供なんですから、意見表明しない場合にまで、その情報提供すると、なんかね、意見を表明しているかのような、補償を与えているかのような印象を与えてしまうっていうね、まあ、そういった考えからですね、こういった情報提供に関しては、基本的に、あの意見表明しない場合には、こういう情報提供はしない。 いいうこことになってますねはい、じゃあこれが2ページ目ですねでは3ページ目、まあ、従来との相違点ということでねこれ見ていきますけどもまず同じ点を見ていきますよ同じ点をこれ太字線引いていきましょう。と、あ、と、のー、とは明確に区別というところですねこれはもう情報提供なんだから、まあ、これは別にねそんな大きな話じゃなくて、えー、昔と変わらず、えー、関西圏とは明確に区別するんだということこれは線引いておきましょう。 で、えー、と従来もね、えー、その他の記載内容をざっと読むってことはね、えー、これ換気法でも求められてましたし、あのー、ざっと読むということねで、えー、財務省との重要な相違を識別まあこれも線引いておきましょう従来ね財務省用とのしそう重要な相違はちゃんと識別しましょうってことはあの従来も求められてきました求められてきましたでその後財務省に対するの後もも線引きましょう、えー、監査意見を形成するために要求される以上の監査証拠の入手を要求するものじゃないということで 監査意見を表明するねそのために要求されるあのそれよりも、まあ、それ以上のね監査証拠をあえて入手する必要はないんだということです。でまあここに吹き出しにもね入れときましたけども監査人はその他の記載内容について意見を表明するもんじゃなくて保証業務としてのいかなる結論も表明しないということで、まあ、意見とか結論は言わないんだということです。 ただ、従来からの、ね、主なな点としてこれなんですよ。監査人はその他の記載内容を通読し当該この後線引きましょう。その他の記載内容と財務書表または監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討しなければならないことが明確化されたということでこれねその他の記載内容と財務書表あるいはその監査の過程で得た知識その間に重要な相違があるかどうか。 っていうことについて検討しなくちゃいけない。このことはね、ここまでは明確化されてなかったんですね。財務諸表との重要な相違を識別するっていうこの上の部分、ここはあの明確だったんですけども、財務諸表またはこれですね監査の過程で出た他の知識。 その間の間相違、ここまでがちゃんとね明確に、えー、検討ししななきゃいけないけことが規定されましたよで。次、監査にはその他の記載内容の通読及び検討にあたってこれ線引きましょう財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しないここもですね内容についても重要な誤りの兆候さっきも前のページで強調しちゃいましたがここについても重要な誤りの兆候に注意を払わなきゃいけないんだということこれも明確化されたということです。はい。で やっぱ大きいとこここですよ監査報告書が変わるんでね実務の中でもかなりねここはインパクトがあるところですね。監査報告書に原則として見出しを付したこれ線引きましょう独立した区分常に設けることになりました。ねで以下の事項を記載するこれさっきもちょっと言いましたがその他の記載内容の範囲とかね、えー、その他の記載内容に対する経営者とか監査役との責任その他の記載内容に対して意見表明するもんじゃないんですよ監査人はということでその他の記載内容に対して監査人はどういう責任があるか。と でその他の記載内容について報告することがあるかないかであればその内容ということですね。ただしさっきも言いましたがやっぱりもう一回線引きましょう財務所表に対する意見を表明しない場合にはその他の記載内容について監査報告書,報告書には記載しないんだと <laughs> 監査報告書には記載しないんだということですね。はい でえっとここ財務諸表に対し意見を表明しない場合にその他の記載内容についての重要な誤りの有無を監査報告書にもし記載してね財務省の一部についての追加的な情報を提供しちゃうとどうなるかというと当該記載と財務省全体に対する意見を表明しないという監査人の結論との関係,関係を 曖昧にするる恐れがあるとつまり意見表明しないのになんかねその部分だけねその他の記載内容について記載しちゃうとその部分について何か意見を述べたる述べてるかのような何かですね意見表明しないということとの関係が曖昧になっちゃうよねということで意見表明しない場合についてはその他の記載内容っていうことは記載しませんよということになってます。はいで じゃあ、この、監査基準の改定は、こんな内容なんですね。で、これを、まあ、換気法720ではどうなっているかというところです。で、えー、っと、720についてはですね、まあ、ちょっと、レジュメ、まあ、このぐらい押さえとけばいいかなというところで、えー、レジュメをね、入れてますので、えー、っと、まあまあ、そうですね、720はいずれ、 1>, え1回や2回ぐらいは基準も読んだ方がいいでしょうけどまあここに書いてあることが分かればあの大方ね、えー、大丈夫かなとまあ特に、えー、この環境720とか540が出題されるとなって初めての試験がね今度の令和3年12月担当ですから ままあ、まあ、あのー、そこまでいきなり端っこの論点を出すというよりはねど真ん中の監査基順が変わったところをドーンと出してくるでしょうからまあ,あのそういう意味ではねこの3ページの今までやったところが一番大事でここからやるところはまあ、あのー、その事前のね、えー、まあなんていうかな、えー、まあここまで押さえとけばあまあさらにこう本試験でえー 失敗しないいだろうううとところでしょうねなのでまず余裕がない方はこのね3ページ目の括弧4以降はひとまず置いといて、えー、まずねこの今までのこの括弧4の前のところまでねこのその他の事項についてしっかり押さえてください。で、えー、とやっぱりね担当で監査でアド,アドバンテージ取りたいんだとか、まあ、絶対失敗しちゃいけないんだっていう方はねこの括弧4以降こ,このね 環境720についての内容もしっかりと押さえておいていただきたいと思います。はい。で定義としてね、その他の記載内容の定義が環境720に載っています。これは監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書等を除いた部分の記載内容ということで、まあこれはね監査基準に書いてある内容とほぼ同じですよね。ですからあのー、まあ監査基準に書いてある内容というかねごめんなさいあのえっと私のレジュメの えっと2ページ目かな2ページ目で書いた内容とあの同じですね。えー そうですねでごめんなさいで監査基準で言えば第4の報告基準2の2に書いてあるのと同じ内容ですので、まあ、これもいいかなとで通常財務所及び監査報告書を除く企業の年次報告書におけるう含まれる財務,財務情報及び非財務情報ということで、まあ、年次報告書海外だと、ね、アニュアルレポートなん言いますけどもこれに含まれる財務諸表と非財務情報なんだということなんですね。 でえー、っとここでですね、まあ、この「吹き出し」はちょっと細かいのでいいんですがあの論点がぼやけるんでねもうよほど気になる方読んでいただければいいですが。あの ここで年次報告書って一体何かというとちょっと、ね、この下あの皆さんにお詳、ねえー、しするのはここちょっとなんか汚くてすみませんがちゃんとしたものを、ね、ダウンロードできるようになると思いますが年次報告書というのはこれ法令等または慣行により経営者が通常年次で作成する単一または複数の文書であり企業のお事業並びに財務省に記載されている経営成績及び財政状態に関する情報を所有者、まあ、または類似の利害関係者、まあ、株主ですよね、例えばねに提供することを目的としているものなんだということなんですね。 でまあ、年次報告書には財務省及びその監査報告書が含まれているかまたは添付されており通常企業の動向将来の見通しリスクおよび不確実性に関する情報並びに企業のガバナンスに関する情報が含まれると。でなお年次報告書は書面でまたは企業のウェブサイトを含め電子的に利用者に提供されると。 ね、でが利用者への提供方法はある文章が年次報告書の定義を満たすかどうかに影響しないということで例えば利用者に「電子的方法で」じゃなく提供したからってそれは年次報告書じゃないとかねそういうことは関係ないよとどういう提供方法であっても年次報告書の、ね、定義は満たしますよということを言ってます。で年次報告書ってあの分かりにくいかもしれないですけどこれはもうあの通常講義とかでねよく言ってる「かあのえー 有価証券報告書だと思っていただいていいです。 あの課金証法で求められている有価証券報告書これはもう本当に100ページ以上もある、えー、分厚い書類でで真ん中よりね後半に第5経理の状況っていうところがあってその経理の状況の中に載っている財務書表これが監査人の監査対象なんです。でその後ろにね監査報告書がついてますが、えー、監査人の監査対象は経理の状況の財務書表だけで,でそこの前にですね企業の外勤とかいろんなね役員の状況とかねいろんな会社に に関するですね。ことが文章あるいは数字で載ってるわけなんですね。はいで、そこのことをまあ基本的にその他の記載内容と言います。だから、年次報告書っていうのは、もう皆さん有価証券報告書だと思っていただいてよくてで、そこのね。財務諸表とか監査報告書以外の部分ですから、まあ、基本的にあの有価証券報告書の前半部分ということになりますで。 もっと言うとね、これ、あの、会社法で言えばですね、あの、会社法の計算書類とその付属明細書に関連して、さらに事業報告とその付属明細書っていうのがあって、それら一式もですね、ある意味年次報告書の定義を満たすんで、まあ、会社法で言えばね、えー、計算書類等とまあ付,属付属明細書、そして、えー、事業報告とその付属明細書っていうのがありますが、まあ、皆さんの受験対策上はですね、試験対策上は有法だと思っていただいていいと。ということでね、皆さん、あの、 えー、有法に関して、有価証券報告書は、エディネットってね、よく言いますけども、金融庁のね、あの、運営しているエディネットっていうサイトで、あのー、見られます。どの会社でも、基本的に上場している会社は、あのー、どの会社でも見れることになってますので、あの、よほどの例外を除きね。えですので、ぜひね、あのー、なんていうかな、皆さん、あの、えー、有価証券報告書はね、 あのー、見ていいたただきたいんですねでこの有価証券報告書を見ていただくことによってやっぱりねは、あのー、内容がわかるというかね、えー、あその他の記載内容ってここのことなんだということがわかるわけなんですよ。でイメージがわかないとこれ何言ってるのかっていうことで、あのー、ちょっとね理解不足になると思います。ですから、あのー、時々ね通常講義ではあのー、言うんですけれども 有価証券報告書はねどの会社でもいいですどの会社でもいいですのですの皆さんの好きな会社ね好きな会社の有価証券報告書をぜひねあの読んでいただきよ読むというかねどんな風なものなのかなとで「DAIGO」DA の経理の状況ってどうなってんのかなと「あこういうことか」ということをねぜひエディネットでね、えー、見ていただきたいと思います。 はいでえー、そこはね見てみると大体のイメージがねあこういうこと書いてあるのかっていうことで面白いですし好きな会社のね有価証券報告書だと「あのー、今年はねこういうものが売れたから売り上げが増えたんですよ」とかちゃんと書いてあるんですよ。 なので、あの、すごい面白いと思います。身近な会社であればあるほど、あ、確かにそうだったよなと、この商品ヒットしたから、あだから売上増えてんだろうな、ということがね、わかります。そういうことも言葉で書いてあるし、役員さんのね、経歴とか、監査報酬とかも書いてあるんですよ。会計士がいくらもらってるかってね、ことまで書いてありますんで、ぜひね、一回見ていただきたい。ただ、注意いただきたいのが、あの、例えば、イファースね。 あの国際財財務務報告基準ベースで財務所要を作ってる会社とかもありますよ、ね、アメリカの米国会計基準ベースで作ってる会社とかねありますけどもそういうところの有価証券報告書を見ちゃうとね財務表がさっぱり意味が分かんないと思うのであのちょっとそういう場合にはねもうちょっと日本あの国内のー、えー、でベースでね活躍されてる 企業の有価証券報告書を、ね、見ていいいいただくといいと思います。あまりにもね、グローバルな会社だとあのイファースで作ってるね、えー、財務省を作ってる可能性が高いですからね。はい、ということで、えー、この年次報告書っていうのは基本的には有価証券報告書だとでそこの中にね、えー、含まれている財務省と監査報告書を除く部分これがその他の記載内容なんだということですよ、ね。はいこれ押さえておきましょうはい、で次4ページ目いきますね。 で。 4ページ目その他のの他記載内容の入手とというところですですちょっとねこの左側の吹き出しはかなり細かい部分まで入れてますのであのこのね改正講義はあの基本的な部分をお伝えするとで、えー、よほど気になる方のために付録としてね吹き出し入れてますので基本的にはねあの講義の中で触れてない吹き出しについてはまあ、あのご自身でね読んでいただくように付録として載せているということで本文を解説していきます。 経営者との協議を通じて年次報告書まあ有効と読み替えてください有価証券報告書ねこれを年次報告書を構成する文書や発行方法発行時期の予定を特定、ね、ということでまずね経営者と話し合って年次報告書つまり有価証券報告書を構成する文書とかですねどうやって有価証券報告書を発行するのかまあ特にね その他の記載内容部分もどうやって発行するのかそして発行時期はどうするのかっていうこの予定をねまず経営者と話して特定するとでその後年次報告書を構成する文書の最終版を適時に可能であれば監査報告書日以前に入手するため経営者と調整ということであの年次報告書を構成する文書の最終版をできればってことなんですよ。つまり 監査報告書日よりも前じゃなくて入手してもいいということなんですけどね。ここをちゃんと読むとね。えー、まあ、できれば監査報告書日よりも前に入手するために経営者とね、日程調整しましょうということを言ってます。で まあ、もちろん財務省に対してはね当然監査報告書を出すわけですから監査報告書日前に,に財務省を入手してえそれを監査して意見を出すわけですけどもこのその他の記載内容部分については監査報告書日よりもあとに入手することも可能だということは以前と実際変わりませんまあなぜならばねえ意見を表明するわけじゃないからなんだとまあただね実務上私はこのその他の記載内容を意見表明後に入手したっていうことはちょっとちょっと聞いて。 たことなないですねあの、うん、なんていうかなまあ今のところ私が経験した中あるいは大勢の会計士がですねあのその他の記載内容を意見表明後に入手するっていうのはあまり経験したことない例なんじゃないかなというふうにあの思います。なので、まあ、ちょっとね、えーまあ、ただ 実務ではあんまないですけども監査報告書よりも後に、えーまあまに文書の部分ねつまり財務省と監査報告書の以外の部分は入手しても まあ当然監査報告書はね会計士が発行するものですからあの財務省以外の部分をね入手してもいいんだということはちょっと頭の片隅に今までと変わりませんが置いておいてくださいで。特定された文書の一部または全てを監査報告書日までに入手できない場合は経営者に対し企業が当該文書を発行する前に最終版の提供が可能となった時点で監査人に提供する旨を経営者確認書に含めるよう要請と。つまりね 監査報告書日まででに会計士が入手できなかったとしてもね経営者がその文書の最終版を作っ,た作った段階でもう勝手に世の中に公表するんじゃなくて世の中に公表する前にあの監査人に、ね、提供するってことをちゃんと約束してよとで経営者確認書でその旨宣言するようにね、まあ、あの経営者に要請する必要がありますよということになっています。はい、でじゃあその他の期待ないよね。入手はまあ一応基本的には監査報告書日よりも前なんだと。 でその他の記載内容、ね、えー、ここまず線引っ張りましょう、えー、の通読及び検討の1行目その他の記載内容と財務書表との間に重要な相違があるかどうか検討というところを線引きましょうその他の記載内容と財務書表、ね、との間でえまず検討しますよということですね。 でまあここはねちょっと読みますよその下も財務所要とその他の記載内容の整合性を評価するんだと、ね、そのためにその他の記載内容の数値その他の記載内容には数値の部分もありますからね、えー、数値の部分 例えばね、ねこれあの有価証券報告書の、ね、最初のほうで、まあえー、事業の、ね、状況とか、まあ、そういった会社がね例えばこの製品が売れたんで今,今年は去年と比較して、えー、何百億円売上が増えてこの何千億円の売上になったんですよとかそういうことが、ね、文章で書いてあるわけなんですつまりその他のの他記載内容の中に数値が書いてあるんです。 でそれと、それ以外のね、または数値以外の項目、まあ数値じゃない部分から選択したものを、財務収表における当該数値、または数値以外の項目と比較。例えば、その最初の文章で、売上がね、この製品のおかげで300億増えたんで、1500億になりましたって言ったら、1500億になったって書いてあるのに、財務収表の売上高が15 1500億じゃなかったらおかしいですから、そういった意味でね、その,その他の記載内容における数値と、財務収表における数値とかね、あとその他の記載内容の数値以外の部分と、 と財務省のね数値以外の部分ねまあ、中期の部分とか、ね、そういったところと比較するんだということですねあとその下これもやりますよね線引きましょうその他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識との間ねに重要な相違があるかどうかを検討しますよということですね で、まあ、その他の記載内容の事項を監査証拠とかあ結論、えー、それに対する認識と照らし合わせて検討するとで必要に応じ監査調書を参照したり監査チームのメンバー構成単位の監査人への質問を行うということで何かですねその他の記載内容と監査人が監査の中で得た知識との間でも差がないかどうかってことをね、えー、今このいった下に書いてある方法で、えー、検討します。で最後 これ、えー、その他の記載内容を通読するざっと読む段階で線引きましょう太字のところ。財務省または監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容。監査内ではあ得た知識 監査内で得た知識とは関係ないその他の記載内容についてもね、重要な誤りがあると思われる兆候に注意を払うと。これね、まあちょっとあんまりいい例じゃないかもしれないですけど、わかりやすい例でいくとね、例えば取締役さんとか監査役さんの経歴がね、載ってるわけなんです。で、例えばですけども、 監査とかの監査内でね得た知識には例えば監査役さんの経歴とか取締役さんの経歴ってそんなにね知ることもありますけど監査でない、えー、で知,る知らないこともあると。ででもも明らかにですね例えばああのじゃあもう お50代、60代の、ね、取締役さんなのになぜかですねあの大,学卒業、まあ、大学卒業まであんま書かないですけども初めてどこかの会社に入ったとかねそういう略歴が取締役さんの説明に書かれるんですけどもなんかあ例えば3年前ね、ね、えー、例えばじゃあ45歳5年前の45歳の時に初めてなんかあのどこかの会社に入社したみたいな記載があったとしたらちょっとそれはないんじゃないのと。 5年前に初めて職を持ってねそして5年後にいきなり大会社の取締役になるとかね普通はないでしょうからそういったですね監査の中では得てない知識なんだけど明らかにこの人の経歴おかしいよねとかねそういうようなことについてもやっぱり、ね、注意を払いましょうねということを言っているわけです。 はい、でその下、監査人の対応ですね監査人の対応は重要な相違があると思われる場合どうするかということですよ。または、ね、重要な誤りがあると思われるその他の記載内容に気づいた場合、ね、相違がもうすでにあるんだという場合あるいはあると思われるその他の記載内容に気づいたと、まあ、いうことですね。えー、この場合は 経営者と協議し話し合って以下のいずれに該当するか判断するために必要に応じてその他の手続きを実施するということでじゃあどれに該当するかということでね1はその他の記載内容に重要な誤りがあるとその他の記載内容の方に誤りがあるんだということか2番財務諸表の方に重要な虚偽表示があるんだということこれに気づくこともあるでしょう。番は、 監査人の企業及び企業業び環境に関すするる理解を更新する必要があるとあれちょっと監査人が今まで理解してた内容とは違うので監査人側の理解を、ね、アップデートするる必要があるなこの3パターンにまず、ね、分類できるだろうということなんですね。でじゃあこのいずれかに該当するかどうか判断するいずれに該当するか判断するためにね、えー、その他の手続きをやるとじゃあまず一ここのその他の記載内容に誤りがあるんだと。 財務省じゃなくてその他の記載内容の方に重要な誤りがある場合ということです。丸一番でその時経営者に修正を要請するということです。でまあ、第16項というののは当然ね換気法の ここの720の第16項って、まあ、いろいろね基準の参照番号を書いておきましたけども、えー、今720のことをやってますんで720の16項に、えー、経営者に修正を要請するんだとで経営者が修正に同意した場合はじゃ修正がね本当にちゃんと行われたかとその他の記載内容を直ってるのかってことを当然監査人として確認しますよということですね <laughs> で、えー、と右側経営者が修正に同意しない場合が右側ですで 経営者が直すことに同意をしない場合、この場合にはですね、まず2パターンに分かれます。で、左が行きます。監査報告書これ以前というところを線に引いておきましょう。以前ね、以前に入手したその他の記載内容に重要な誤りがあると判断したと。まあ、監査報告書日よりも前に入手したその他の記載内容に誤りが重要な誤りがあって、監査役等への報告後もその他の記載内容が直ってないよとね。 経営者が修正に同意しなくて監査役等に報告してね監査役等に報告した後も経営者は直そうとしないよという場合にはどうするかと過去1番。監査報告書に及ぼす影響を検討し <laughs> 監査報告書において重要な誤りに関して監査人がどのように対応する計画かを監査役等に対して報告するということで、まあ、重要な、ね、誤りがあるんだとこれについて、えー、監査役等に まあ、会計者どう対応する予定かということを報告するということなんですね。はい、でまあ基本的にちょっとここはですね吹き出しに書いておきましたがどう対応するかということでその他の記載内容区分に、まあ、未修正の重要な誤りがあるんだということをまあ基本的には記載しますよ、ね。監査報告書にその他の記載内容区分ということを設けることになりましたからここにですね 未修正の重要な誤りの内容を記載するということになりますまあ、ただし稀 <laughs> ではあるが経営者及び監査役等がその他の記載内容における重要な誤りの修正に同意しなくてその誠実性に関し 疑義が生じ疑いが生じて監査証拠全体の証明力が疑われる場合には意見不表明とすることが適切な場合があるということで、ね、だってこれ修正に同意しなくてですね経営者とか監査役等がその、ね、重要な誤りの修正に同意しないっていう状況はどういうことかというと普通はですね間違ってるって会計士が言ったらあそれはねその指導機能というかね、まあ あのすんなりとね、えー、<laughs> 受け入れてでその指摘をもとに直すんですよ普通はねそれを直さないってことはそもそもその経営者の誠実性ってどうなの、ね、そしてその経営者の誠実性がそんなもんであればですね他のそれまで入手した監査証拠って一体どうなっちゃうのと他の証拠もあの全然信用できないんじゃないのっていう話になるわけですよね,そうするとですね。あの これはね、えーまあ、もう意見不表明と、そもそもあの今までの入手した監査報告書の信頼性も、もうなんていうんですかね、えー、その信頼性も定かではないと、信頼できないかもしれないと、<laughs> すみません <laughs> で、そうすると、あのそもそも、えー、意見は言えないんじゃないかということですよね、えー、そういういことでですね。 まさにここの部分はちょっとここの部分は吹き出しですけれどもあのちょっと大事なので指摘しておきました。はいでえっ、ー、と まあ、意見を表明しないっていうこともそうだし、大体いいこの意見表明しないってこととセットでね、括弧二2番として、てやっぱこの対応、現実的に対応として可能だったら、監査契約解除すると、まあこっちですよね。意見をね、不表明にするっていうその前に、そもそもこれ経営者の誠実性、こんな会社の誠実性のね、低い経営者のおいる会社に対して監査意見を表明するとかしないとか、その段階じゃなくてね、えー、もう、 契約を解除するレベルだなという判断をすることもありますよということでね「1」でまあどう対応するかその他の記載内容のところにね間違ってる事項を書くあるいはもうちょっとこれはね意見不表明になるっていう場合あるいは契約を解除するとこの3パターンが考えられますね。一方 監査報告書日より後にとこの後に線引きましょう。えー、後にね、このその他の記載内容を入手しちゃった場合で、後にその他の記載内容に重要な誤りがあると判断し、監査役等への報告後もその他の記載内容は修正されないと、ね、えー、いう場合は、やはりね、この未修正の重要な誤りについて、 監査報告書の利用者に注意が適切に喚起されるよう、監査人としての法的権利と義務を検討して適切な措置を講じると。もうすでにこれ世の中に財務所要とか監査報告書が出ちゃってますから、そうするとね、その重要な誤りをちゃんとね、世の中に伝える必要があるということになります。で、これも吹き出し見ていきます。新しい、または訂正された監査報告書を経営者に提供すること。新しい、または ああ訂正された監査報告書を利用者に提供することを経営者に要請するということで、ねえーまあ、間違ってる、ね、内容だということを監査報告書尾後に気づいたわけですからこういった、ね、ことを要請すると。あるいは、ね、株主総会のお 時にですねこの事故に説明をこの事項について説明をするとかね監査報告書の利用者の注意を喚起するとかあとは規制当局に報告するとかあとはね監査契約の継続に関する事項を検討するとそもそもやはりねこういった間違い特に直さない場合であれば監査契約を、ね、継続するかどうかってことも問題となってきますのでここも検討をするということでやっぱりね 監査報告書、備後であってもしっかりとした対応を取るんだということになります。当たり前ですね。で、えー、っと。まあ下の小目印はね。監査報告書、備後に。えーたねえー、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断して、えー、そのね内容を修正された場合のことが書いてあります。もし修正されたんだったら。 状況に応じて必要な手続きつまり修正が行われたことを確認したりねその他の記載内容を受領したものに対して修正内容を伝達するために経営者が行う対応の検討を実施するということで修正がちゃんと行われていればじゃあそのちゃんとね修正が行われたのか、ね、そして修正が行われたことをですね、えー、実際に 記載内容を受領ししたものに対して、ね、つまり例えば一般の利害関係者なんかもその他の記載内容を、ね、ウェブ上で例えばエディネット上で見れたりしますからその人たちに対してどういうふうに、ね、その修正内容を伝達しているのかということを、ね、経営者の対応を検討するということになっています。はいまあ、ちょょっっとここここ細かいですけどもも一応、ねここもまあ、まあ知っておきましょうでこれが今その他の記載内容に重要な誤りがある場合でした。 じゃ次ね、えー、財務省に重要な協議表示むしろ、えー、その他の記載内容じゃなくて財務省表の方が間違ってんだとかねあるいは監査人が理解を更新する必要があるっていう場合ですこれを次のページで見ていきます <laughs>、えー、次のページ5ページ目ですね で二三のケースとで、他の環境に従って適切に対応するとそもそも財務諸表に、えー、重要な虚偽表示がある場合はね基本的にはですねまあ虚偽表示がある場合のね対応ということで例えば環境705とかね、えー、そういったところに従って対応するとで監査にはあとねその他の記載内容の通読によって以下の事項に影響する新たな情報に気づくことが あるとということで例えばね、企業及び企業環境、財務報告の枠組み、を並びに企業の内部統制システムに関する監査人の理解、またそれらに応じてリスク評価を修正する必要性、こういったところ、ね、その他の記載内容をざっと読むと、あれ 企業及び企業環境とかね、内部統制ね、に関する監査人の理解とか、それらに応じてリスク評価、ね、CR とか IR とか、これをね、修正する必要性があるんじゃないかってことに気づくことがあるし、次、識別した虚偽表示が監査に与える影響や未修正の虚偽表示が財務省に与える影響を評価する監査人の責任、これについてね、あの、新たな情報に気づくことがあるし、後発事象に関してもね、 新たな責任についてね後発事業に関する責任について新たな事項に気づくことがあるとちなみにここの内部統制システムって言葉がありますよねこれは新しい環境315に出てくる言葉なんですよ。ね 新しい緩急315に出てきてで、今まで皆さんが内部統制って言ってたのは、内部統制システムっていう言葉にね。置き換わってるんですね。なので、まあ、ここ内部統制システムっていうのは今までのね。内部統制ね統制環境とか統制活動とかね。そういったことを含む内部統制のことなんだと思っていただいていいです。 はい、そして、えーまあ、その他の記載内容の最後の文ですね報告論のとこですその他の記載内容に関する報告論のとこですねでこれ監査人は監査報告書にその他の記載内容またはね他の適切な見出しを付した区分を設け以下を含めなきゃいけないということで、まあ、ここで書いてあるのはさっきね、えーまあ、やった内容と同じなんですねで最後この財務省に対する意見を表明しない場合は監査報告書にその他の記載内容に関する区分は含めないとこれも先ほどお伝えした内容ですでここをね まあ、この基準ベースで読んでもいいんですが具体的に監査報告書どうなるかというところでこのね原文をあのー、まあ文章のサンプルをね見ていただくのが一番いいと思ったので監査報告書の非難型のその他の記載内容の部分だけをピックアップした部分を見ていきます。で並び順は基本的には監査意見意見の根拠主要な検討事項そしてその他の記載内容が来るでしょうね。でその後に、まああのー 財務省に対する経営者とか監査役等の責任、監査人の責任、利害関係ということになります。じゃあ、カムの、ね、主要な検討事項の後にその他の記載内容はどういうふうになるかと、こういうことを書くわけです。読んできます。その他の記載内容は対象となる報告書、まあ例えば有価証券報告書に含まれる情報のうち、えー、財務諸表及び監査報告書以外の情報なんだと、まず書いてあげるわけですね。で、 経営者の責任はそもそもその他の記載内容を作成し開示することだとあくまでもねこれ二重責任の原則がベースにあります。また監査役及び監査役会の責任はつまり監査役等の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備および運用における取締役の職務の執行を監視することだということがあります。でその後 え当監査法人の財務諸表に対する、えー、監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらずちゃんと、ね、ここで書くんですよ財務諸表に対する監査意見の対象じゃないんだよとその他の記載内容は対象外なんだということで、ね、しっかりと監査人の責任を明確にしておらず当該監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するわけじゃないんだとはっきり述べます。でその後 財務の監査における当該監査法人の責任はその他の記載内容をざっと、ね、読む通読し通読の過程においてその他の記載内容と財務諸表または監査法人が監査の過程で出た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すると、まあ、この責任があるよとまたその,他のそ,の他のそのような重要な相違以外にも、ねえー、その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうかに注意を払うとこれが監査人の責任なんだと。 で当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められているということで、えー、まず、ね、報告すべきなんだとただ、ね、その後この原文、ねえー、まずシンプルな場合を載せましたのでその他の記載内容に関して監査法人が監査法人が 報告すべき事項はないとあればここに書くんだということでね監査報告書の、えー、このカムの後にですねこういった文章が必ず、まあ、意見表明しない場合を除いてね設けられることになったということですはいここのところをねその他の記載内容の改定ということでしっかり押さえておいていただければと思いますはいそれではですねレジュメ6ページ目のお3番ということでもう一つね柱 リスクアプローチの強化に関する改定が行われました。で改定の経緯は令和2年の監査基準の改定について改定前文の1と2のところに書いてあります。これを見ていきましょうで 会電の経緯目的ね。で、近年公認会計士監査審査会のこれ CPAOB の検査結果において、ね、これあの、品質管理のところでね、通常講義なんかでやりましたよね。えつまり、あの、CPA、会計士協会のね、モニタリングとかね、立ち入り検査とかね、そういったようなことをやりました。で、あの、そこでのね、検査、まあ、会計士に対する検査結果ですね、検査結果について、 あ検査結果において重要な虚偽表示リスクの評価にかかる手続き及び特権リスクに対応する手続きが適切に実施されてないとこれまあいたたたたって感じなんですけどねこれはあの根本じゃないかって話ですけどまずリスク評価がちゃんとできてないと指摘がなされてると。 で、まあ、この要因としてね、まあ、やっぱり会計上の見積もりなんでしょうね会計基準の改定等により、線引きましょう、会計上の見積もりが複雑化している、ね、その傾向にあると。で、財務省項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価がより一層重要だとねいうことで。まああのー 平成17年のね、監査基準の改定で、えー、アサーションレベル、まあ、つまりこれイコール財務所表項目レベル、ここでいう財務所表項目レベルとアサーションレベルってイコールですけども、財務所表項目レベルのね、評価と財務所全体レベルのね、リスク評価っていうことが平成17年で求められました。で、その時はね、あの、監査人って木を見て森を見ずなんだと、ね、えー、細かいとこばっかね、集中して監査をしてると、あの、全体を見え、全体が見えてないと。 ということで財務省全体レベルのリスク評価もしっかりしましょうそこに事業上のリスクも、ね、しっかり考慮しましょうっていうのが,これが平成17年だったんですよでそう言ってたんだけどやっぱりですねこの財務省項目レベルやっぱり見積もりが複雑化している中ではやっぱり財務省の各、ね、項目レベルでの重要な虚偽表示リスクつまり IR と CR の評価これがより一層重要なんだとやっぱりこの流れなんだと、ねえー、いうことで流れが変わってきているということですね。 でその後国際的な監査基準においても実務において特権リスクの識別に一貫性がないとか会計上の見積もりへの,の複雑化への、ね、対応が必要であるとの指摘がなされたことから会計上の見積もりに関する監査基準の改定特権リスクの評価を含め重要な競技表示リスクの評価の強化が図られているということで結局、やっぱり国際的な監査基準との調和化ということの、ね、コンバージェンスという話ですよ。ね、日本のの基準もそこにに合わせるかのように とということです、ねえー、だからリスクアプローチの概念や考え方は踏襲しつつリスクアプローチを強化する必要があるとここが発端というかね、まあ、問題意識そして監査基準が変わりましたとで、えー、実施基準ね第3の実施基準の2の計画の策定の4項 ここなんですよ。こうなったんです。監査人はこれ、太字全部線引いていきましょう。財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価にあたっては、これ、監査基準ではね、重要な虚偽表示のリスクって言いますよね。換気法では重要な虚偽表示リスクと、別にこれはね、のが入ろうが入る前が同じ意味ですよね。あの、いいですよね。監査の基準と監査基準は、これは違いましたよね。監査基準って言ったら固有名詞の監査基準のこと。監査の基準と言ったら、 あの監査基準だけじゃなくて換気法とかね監査の他の実務指ね監査保障実務委員会の、えー、報告とかね、えー、そういったいろんな実務指針を含んで監査の基準あと監査基準っていったら固有名詞で監査基準のことだったんですけどこのね重要な競技表示のリスクと重要な競技表示リスクは同じ意味です。で、えー、監査基準とかねこういったパブリックセクター方式で作られてる、えーねえー、公の基準というかなまああのー プライベートセクターで作ったあの会計士協会が作った基準じゃないね、えー、企業会計審議会が作った基準では通常重要な虚偽表示のリスクと言ってて表現してますね同じものですで重要な虚偽表示ののリスクの評価にあたってはこれこういうリスクと統制リスクを分けて評価とここまで太字線引いておきましょうね評価しなきゃならないとしっかりと書かれましたと。でその後ね 固有リスクについては、ここも詳しくなってます。については、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と、虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価で。いいですかこれはこの次のページで見ますけども、2つポイントができたんですね。固有リスクを評価するときに、 虚偽の表示が生じる可能性とその虚偽の表示が生じた場合の影響生じる可能性とそれが生じた場合のどんな影響があるのかこの2つを組み合わせて評価しなくちゃいけないっていうことを言ってるんです。ここが監査基準で加わりました。はいあとね 5項のところ、換算2言のと、ころ太字線引きましょう。虚偽の表示が生じる可能性と、生じた場合の金額的及び質的影響の双方、これね、上でやったところですよね。えー、生じたか、生じる可能性と、生じた場合の金額と質の影響、その双方を考慮して、ここですよね、特に。もうこれ全部線引いていただければいいんですけども、固有リスクが最も高いとするね、領域にそ、ごめんなさい、固有リスクが 最も高い領域に存在すると評価した場合にはそのリスクを特権リスクとして取り扱わなきゃいけないとこれ意味わかりますかねこれ昔から言ってみればそうだったんですよ。そうだったんですけど監査基準にこうやって明確に書いてなかったのであのリスク評価間違ってたってことなんです。どういうことかっていうとね。 昔の,あの基準を、ね、勉強されてる方はご存知だと思いますがあのそもそも、ね、特権リスクかどうかを判断する時にえ内部当制の影響は考慮しちゃいけないってこれは今までの基準にあったんですよ。つまりですね財務需要の重要な競技表示リスク RMM なんてねリスクオブマテリアルミスステイトメントですけども重要な虚偽表示リスク RMM っていうふうにまとめて評価する時にはそういった RMM なんて言われてましたけどもここは IR と CR 掛け算で表,あの表現されますよと財務省項目レベルの場合ねあの財務省全体レベルの場合は全体レベルの重要な虚偽表示リスクっていうのは別に IR とか CR と分解できませんけども全体レベルがあってそれとね別に項目レベルには IR と CR っていうふうにね、えー、項目レベルの場合は分け ってれるっていうう話がありましたそそれは今もそうですで項目レベルを IR と CR に分けて、ね、で今は IR と CR を分けて評価しましょうであの。この基準が変わる前は IR と CR をまとめて、ね、原則として重要な競技表示リスクとして評価しましょうと言ってたんですけども、えー、特権リスクを判断する時には。 このリスクが特権なのか特権じゃないのかって判断するときには内部統制の影響を考慮してはならないって前から書いてあってってことはですよ CR コントロールリスクね i r る c r の CR の方、えー、コ,コントロールリスクつまり統制リスクこれは高かろうが低かろうがつまり内部統制によって虚偽表示発見できないリスクこれが 高かろうが低かろうが前から関係ないって言ってるわけですよ。だって内部統制がすごく有効でね、有効性が高いから、つまり統制リスクが低い、えー、内部統制によっても発見できないリスクが低いから、だからこのリスクはね、特権リスクじゃないとか、そういう判断してはならないって昔から言ってたわけです。つまり CR が高かろうが低か,かろうが関係ないと。 固有リスクなんですよ昔からポイントはそれが今回ね明確になったと固有、ね、リスクが最も高い領域にあった場合これは特権リスクとして扱うんですよ、ね、だって内部統制関係ないんですもん内部統制がいかに有効であってもね有効じゃなくてもこのリスクが特権リスクなのかっていうのは内部統制の影響を考慮しないで考えましょうっていう従来の取り扱いと同じでねこれが明確になったとより、ね、分かりやすくなったということなんです。はい、ということですね。 ここれのの次のページでももう1回解説しますあとですね、実施基準のところで、これ昔からあったね、5項で、監査人は会計上の見積もりの合理性を判断するために、経営者が行った見積もりの方法で、昔はこの間がなかったんですよ。見積もりの方法の評価、その見積もりと監査人の行った見積もりや、えー、実績との比較により、比較等により、 えー、十分かつ適切ななな監査を入入手ししききゃいけないっていけとううこころにこの太字が入ったんです線引きましょう経営者が採用した手法を並びにそれらに用いられた家庭及びデータを含むと、ね、いうことでしっかりと、ね、見積もりの方法の中には経営者が採用した手法とか、えー、用いられた家庭とかそのデータを含んでね、えー、そういったところをしっかり評価しましょうということがねあのまあ監査基準上明確にされたとはいで6ページ目レジュメの終わりまして7ページ目にいきますよ7ページ目にですね え従来からの主な変更点をまとめておきました。はい、で、えー、ここですよね、丸一番タイトル線いきましょう、財務省項目レベルにおける固有リスクと統制リスクの分離評価とで、財務省項目レベル、つまりアサーションレベルにおいてはね、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽の表示がもたらされる要因などを勘案することが、重要な虚偽表示リスクとのより適切な評価に結びつくと、まあ、特に特権リスク、しっかり評価できるよねでその元と。なるのは 統制リリリスススクククじゃなくてやっぱり固固有有でしょ固有リスクの評価が決定的に大事だよねっていうことなんですだからここ線いきましょう。固有リスクと統制リスクを分けて評価するとこういうことが言われたわけなんですね。はい。で、えー、っと、まあ、もう一回あの同じことで出てきますけども読みます。財務省項目レベル、アサーションレベルってことです。における重要な虚偽表示のリスクを構成する固有リスクについては重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し線いきましょう。虚偽の表示が生じる可能性。 でその後読みますと当該その後線引きましょう虚偽の表示が生じた場合の影響、ね、えこれを組み合わせて評価するんだこの2つなんですよで虚偽の表示が生じた場合の影響には金額だけじゃなくて質的な影響も含まれるこの質,質的影響が含まれるも線引いておきましょう。で 特権リスクのね定義の明確かこれもタイトル線引きましょう特権リスクの定義の明確化と読みます財務省の項目レベルにおける評価において虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮してこの後線引きましょうこういうリスクが最も高い領域に存在すると評価したリスクを特権リスクと定義するとで、えー、この定義は新しいんです昔はこの定義なかったんです でこの吹き出しはもうねうさっきの口頭で説明してる内容ですから置いていいとしてこの図なんですね会計士協会が作ってるこの換気法ですけども今回ねこの換気法にこの図がカラフルに乗っかったんですよねすごいちょっと衝撃的でしたあもう本当にね柔軟だなぁとこの柔軟さやっぱりさすが会計士協会が作ってる換気法ですよねねやっぱりこう ねえー、柔軟にもう本当に適宜改定されるというもので、えーね、あの文章だけにこだわらず図を載せてしまったという感じですけどもこの図が環境のね用語集っていうね、えーまあ、あの本試験では参照できない部分ですけどもここに乗っかってて会計士協会の研修資料とかねあの環境の,あの参照資料参考資料とかにもどん出てるんです。ででこれいいですかあの 右側に、あ、右側っていうか横軸にね、虚偽表示の発生可能性をとっていて、えー、縦軸にですね、虚偽表示が生じた場合の影響をとっているということなんですよ。で、このね、虚偽表示の発生可能性が高い、発生可能性が高くて、そして生じた場合の影響も、これ質的、そして金額的な影響、これが大きいと、可能性が高く、金額的影響も大きい、この、どっちにも当てはまる、このね、 右上、だからこの、えー、ね、このグラフっていうかね、この図の右上の部分、ここに該当するものを特権リスクとしましょう。だからもう CR、統制リスクは関係ないんですよ。IR、固有リスク、インヘレントリスク、ここの、 ねえー、この固有リスクの要因を分解してね虚偽表示の発生可能性と生じた場合の影響この固有リスクの中でその2つが大きいものを特権リスクとするんだとねこの図とともにしっかり押さえておいていただきたいと思います。 はい、で、えー、ただこのリスクについて換気法315が改定されてるんですが315に関しては令和3年12月担当の試験範囲外とということなんですだからって監査基準がこうやって改定されてるのに古い315のままね試験に出すかっていうと出す可能性は極めて低いと思います。 じゃあ新しいい出すすかというとこれ試験範囲の逸脱ですよねだから315は出にくいですけどもまあ試験範囲が逸脱されたとしてもねまあ基本的にこの監査基準の新しい考え方を知っておけばある程度解けるような基本的な問題が出るでしょうからあ関係を315というよりもねこの監査基準の基本的なところをしっかり押さえといていただきたいと思います。はい、そして次会計上の見積もりに関してね 監査手続きは明確化されたということで、これは会計上の見積もりについてリスク対応手続きとしてね原則として経営者が採用した。これ、線引きましょう。経営者が採用した手法、並びにそれらに用いた用いられた過程とかデータ、これもしっかり評価することが必要であることが明確にされたっていうことが前のページでもありました。会計上の見積もりについてね。経営者が採用した手法とか。 用いられたどんな過程で、ねえー、経営者が会計,上の見つあの会計上の見積もりをしたかその元データは何なのか、ね、これをしっかり評価しましょうということで、えー、ここが変わったことによってですねレジュメの8ページに行きたいと思いますが換気法の540ねこれもですねちょっとね、あのー、見かけはガラッと変わったんですまあ内容はねそこまで大きく変わったとは言えないんですがガラッと変わったと、ね、いうことです。で内容ちょっ やっぱね、これ個子に大きな変化はないが詳細化されたということで難しいんですよ。より実務的になっちゃったと、ね、いうことでまあ,あの、えー、そうですね試験対策上どこまで細かくやるかっていうところはありますけどねまあまあ一応あの試験範囲ですから。 あここもあの見ていこうということで8ページ目、9ページ目、10ページ目とちょっと細かくしすぎたかなと思いますがあの環境540についてレジュメをね入れています。はいでえっと、まずそもそも監査基準では先ほども申し上げましたが同じ文章ですけどね監査人はあまあ第三監査の実施の5項で監査人は会計上の見積もりの合理性を判断するために経営者が行った見積もりの方法この後が新たに新設されたわけです。 え経営者が採用した線引きまししょう経営者が採用した手法並びにそれらに用いられた家庭およびデータを含むとね、えー、これを含んでの評価とでその見積もりと監査人が行った見積もりや実績との比較等によって、まあ、十分かつ適切,適切な監査証拠を入手しなくちゃいけないということですね。はい でそもそも会計上の見積もりって何だったかっていうと、これはね、えー、適用される財務報告の枠組み。まあ、会計基準に従って金額の測定に見積もりの不確実性を伴うものとまあ、貸し倒れ引当金とかね。引当金のようなものとかね。まあ、そういったものを会計上の見積もりと言いましたよね、えー、金額を直接観察できない場合に、経営者により行われるということですね。はい、まあえー、在庫のね。評価もそうですよね。例えば。あ この在庫は、えー、滞留してるから評価減しようと、これもね、えー、いくらで売れるかっていうね。正味、売却価格をまあ見積もってね、えー、計算するわけですから。 やっぱりこういったね直接金額がいくらで売れるのか分かんない時に経営者によって行われるとで会計上の見積もりの性質はまあこれはねえっと見積もり金額の測定は経営者の知識とかデータにかかるこういうの限界の影響を受け線引きましょう見積もりの不確実性当然見積もり将来どうなるか分かりませんから不確実性を伴うんだとでこのような限界は金額の測定結果に主観性とか幅がね幅を生じさせることになるんだと。 で会計上の見積もりのプロセスにおいて家庭とかデータをね用いた見積もり手法が選択及び適用され経営者による判断が必要となり測定が複雑になる場合があると金額の測定にかかるこれ線引きましょう複雑性とか主観性ね線引きましょうまたはその他の固有リスクの要因の程度は虚偽表示が生じる可能性に影響を与えると。 でこの固有リスク要因っていうねこの新しい言葉の定義も新たな環境315で新しく入ってるんですよだからこの固有リスク要因っていうのも厳密にはね、新しい環境315がしっかり勉強しないと分かんないところでもあるんですけどただねえ実はこの固有リスク要因は次の部分、えー、リスク評価手続きとこれに関連する活動の次の部分に入れておきました実は固有リスク要因は環境315だけじゃなくて環境のこの540の会計上の見積もりの第4 方向にも定義が同じものがあってね、えー、ここでわかるようになってますのでここで入れておきましたね固有リスク要因はね今後の勉強ではよく出てきちゃうと思うのでちょっとね、えー、普通の色でいいあのはごめんなさいえっと なんか覚えるべき色は私の通常講義ではあの分けてね色を塗ってくださいというんですが今ね、ね今日はずっと普通の色で塗ってますがここもね当然普通の色で固有リスク要因、ね、線引きましょうで関連する内部統制が存在していないとの仮定の上でアサーション、まあ、監査要点と捉えてもいいですけどもアサーションにおける虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼす事象または状況の特徴と。 つまり虚偽表示がどれくらい生じやすいかっていうことに影響を及ぼすものねこれを固有リスク要因というんだともう一回言いますよ固有リスク要因っていうのは監査要点まあアサーションにおいて虚偽表示がどれくらい生じやすいかというねその生じやすさに影響を及ぼすものね虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼすものが固有リスク要因と言います。 で固有リスク要因はじゃあね虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼすのは何かというと「丸二丸三のこの太字のところ線引きましょう見積もりの不確実性まあ不確実であればあるほど虚偽表示が生じやすくなるし、えー、複,雑複雑性これも線引きましょう見積もりがねもう,こうあの複雑で複雑でしょうがないという場合にはこれはねあの 虚偽表示が生じやすくなるしさらに、ね、主観的な見積もりであればあるほど虚偽表示が生じやすいということで高校、まあ、ねこの3つを理解した上であこの確かに見積もりが不確実であればあるほど複雑であればあるほど主観的であればあるほど虚偽表示は生じやすくなるよなそれを固有ううリスク要因というんだなというふうなレベル感で理解いただければもう十分ですね。 あの正直これあのはっきり言って今実務で会計士実務でやってる会計士もこれ言っていいのかな固有リスク要因って知らない会計士の方が多いと思いますよ。 ね、新たに出た基準であの今ね皆あのこの会計士がこのちょうどね、えー、この時期にいろいろ知識アップデートしたりしてだんだんと研修の中で知っていく話でこういうリスク要因は皆さんの方が早く知ってるというふうに思っていただいてもいいです。なのでまあちょっとね今後また実務とかでねい、ね、ろ、まあ、あんな話が出てきた時にはそれも含めてですねまたあの次回の改定講義つまり令和4年の5月とか十8月のね 試験の対策としてやる改定講義でねまた話をしていきたいと思いますが、まあ、現段階ではあのもうこのね基準で出てるまんまの知識しか世の中にはほとんど出てないということでここをしっかり押さえておけばいいと。でリスク評価手続きね一応従来よりも強化と書いておきましたけどもリスク評価手続きは、えー、まあ一応で会計上の見積もりの性質に関して 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組み、まあ、会計基準ですねとか企業の内部統制システムこれは今までの皆さんの内部統制っていうと同じ意味ですから内部統制、ね、の理解が求められると。でここをね線行きましょう「可燃度の会計帳の見積もりの確定額該当する場合には再見積もり額について検討しなくちゃいけない」これもねあのまあ通常講義で今までもやってる内容ですよね。これは従来と同じですつまり過年度例えば去年貸し倒れ引当金が えー、売掛金1億に対して1000万の貸し引きを見積もったと。で、ね、そして、これがですね、えー、今年、えー、今年1年間どうだったかというと、ああ、貸し出引き当て金。 1>, 1, 億1億に対して1,000万見積もったけども実際には980万,万の貸し倒れだったとそしたらかなり精度が高い見積もりだなということが分かるわけですよ一方で例えば貸し引きを1,000万と見積もったのに今年は3,000万貸し倒れたと売りかけ金1億のうち3,000万貸し倒れた機種の時点でつまり前期末で貸し引きは1,000万,万だったのに今年1年間でその1,000万の見積もりに対して実績は3,000万の貸し引きだったということであればあ,あこの会社の貸し引きの見積もり もりといいいううのは正確性がないなということが分かるわけなんでこのね可年度の会計上の見積もり例えば貸し引きであれば貸し引きを、えー、今年どう確定したかっていうことについてね、えー、検討しなくちゃいけないということなんです。でこれもあのこれは昔の基準と同じでねあくまでも今年の重要な虚偽表示リスクの評価と識別に役立てるために行うと線引いておきましょう。であって去年の,、ねえー、あの評価が あのごめんなさい,ごめんなさい去年の会計上の見積もりが間違ってたとかそういうことを判断言うわけじゃなくて今年のリスク評価においてどうかとつまり、えー、期手時点前期末時点の貸し引きの金額と今年1年間実際に貸し倒れた金額を比べて近しければあこの勘定科目には固有リスクがそんなに高くないなと。 ね、この勘定科目はあしっかりと見積もりができる科目なので固有リスクがそんなに高くないと一方見積もりとね、えー、と実績が全然違えばこれはちょっと固有リスク高いなあくまでも今年のねリスク評価の、えー、ために、えー、このね可燃度の見積もりと実績値確定額とを比較するんだということこれは昔のね、えー、環境540と変わってないということになります。はい。でえー、っとまあ ねえー、その重要な虚偽表示リスクを識別評価する際には以下を考慮しなきゃいけないということで、まあ、会計上の見積もりの絵、ね、が不確実性がによってどの程度影響を受けるかとか複雑性がどの程度なんだと、ね、いうこと。 えまあこういったことを、ねえー、考慮しなくちゃいけないとまあちょっとここは細かいかもしれないですね、まあ、これはあの、えー、まあ一度ご一,読ご一読いただければいいかなあと特権リスクかどうかの判断もね会計上の見積もりについてね識別した重要な虚偽表示リスクが特権リスクかどうかを判断しなくちゃいけないということなんですね。であくまでもね特権リスクの定義に照らして判断すると。 つまり固有リスクが最も高いい部分だととうことですねでその時に固有リスク要因の影響を受ける程度を考慮して固有リスクの評価を行うことにより識別し評価した重要な虚偽表示リスクが特権リスクかどうかを適切に判断できるそうですよねだって特権リスクは固有リスクが最も高い、ね、領域虚、ね、偽、えー、表示の発生可能性と、えー、その虚偽表示が生じた場合の影響が最も高いところにあるものですからねだからあー固有リスクをねしっかり評価しましょうということを言っているわけです。 はいそしてえ9ページ目じゃあリスク対応手続きはねどうなったかということですでリスク対応手続きは、えー、会計上の見積もりについてねこれ線引いておきましょう少なくとも1つえ含めましょうで1番監査報告書日までに発生した事象からの監査証拠の入手これもね従来の環境540と全く一緒ですよあの例えば期末時点であこの在庫はあ売れ残っちゃったとで賞味売却価格でね7割 の価値にあのしたつまり3割を評価減したというような状況だとしましょう。で実際ねよく気になって監査報告書日までの間にその商品がですね3割引きの金額で売れたとあっそしたらね前期末の商品売却価格間違ってなかったなっていうことでわかるわけなんでこれね監査報告書日までに発生したあ事象からあかん、ね、監査証拠が入手できる。 ということもありますしあとはですねまる、あ、今経営者がどのように会計上の見積もりを行ったかどうかこれを検討するっていうこともありますで、ね、会計上の見積もりを結構ねええー、やーで適当にやってるのかそれともですね緻密なですね何か想定に基づいて、えー、ね、確率論とか使ってですねしっかりと見積もりを行ってるのかこういうことを検討することによってまあ、この見積もりこんだけねいろ、えー、んな状況を見込んで、えー、正確に見積もってるならいいか いうことを検討することもあるしあとはね監査人が見積もり額金額を決めて見積もるかあるいはね許容範囲、まあ、このぐらいの許容範囲だってことで設定してそこの範囲に収まってるかっていうことを確かめるこのどれか一つね最低でも一つは監査手続きやんなきゃいけないこれ昔の環境と似てますよねほとんど同じです。で1のアプローチつまり監査報告書さっきのね、えー、要は資本売却価格の例を出したやつですけどもこれ1の場合は不当事件引きましょう。リスク対 特殊日までに発生した事象から監査証拠を入手している場合は監査人は入手した監査証拠が会計上の見積もりに関連する重要な虚偽表示リスクに対応する上で十分かつ適切であるかどうか評価しなきゃいけないということでまあこれはねさっき言った通り期末時点で3割だけえ棚卸さん在庫を評価減した時にじゃあねえその 期末日後監査報告書日まででその3割減のものがちゃんと売れたっていうことでねあればそれについてねえ売れたっていうことがねしっかりと十分かつ適切な監査証拠になってるかどうかを評価しなくちゃいけないとまあ実際ねえ今の例だったらそれはしっかりとしたね評価あの証拠になってると思いますけどもえそうじゃなくてねもっと分かりにくい状況だった時にえ本当にねえその期末日後監査報告書日までに入手した監査証拠がそれで十分かどうかを評価しなくちゃいけないって言ってます。 はい、で丸に。 経営者が、ね、どのように会計上の見積もりを行ったか検討するこれに関してはね2のアプローチを取る場合には、まあ、見積もり方法とか、ね、重要な仮定とかデータがしっかりとね、えー、選択適用されてるかということについてね十分かつ適切な監査証拠を入手すると、まあ、これそれだけですね。であと3のね監査人の見積もり額とか、えー、許容範囲これを設定する場合もですね、えー、そのね使用した見積もり方法とか家庭データがあの会計基準に照らしてね適切かどうかを評価する手続きを含めると。 ということで、まあ、あの使用した見積もり方法、家庭データあのつまりこれ監査人がですね見積もり額とか共有範囲を設定するときにね使った見積もり額家庭データはこれ会計基準に照らして妥当かどうかってことをねあの含めるということになります。 あと一応ね許容範囲を設定するところでまあ細かい話はねいいんですけどまあここで書いたのは十分かつ適切な監査証拠により裏付けられ適用される財務報告の枠組みにおける測定目的および他の要求事項に照らして合理的であると評価した金額のみが含まれるように許容範囲を設定するということなんですね。許容範範囲囲はまあ合理的なととすると例えばね貸引をじゃあまああの1億の売,り売りかけ金に対して 950万から1,000万の間にするとかまあそれなんか合理的な感じしますし例えばそれをね裏付けられる合理的だと裏付けられればいいんですけども例えばね1,000万の売掛金に対し0円から1,000万までの間ですそんなね、えー、そ1,000万の売掛金に対して0円から1,000万までの貸し引きを設定するなんてそんな範囲はあのそんなね全然絞り込まれてなくてそれはね、えー、合理的じゃないのでまあちゃんとね えー、合理的だときあの評価された金額だけが含まれるように許容範囲を設定するんだとただねこれちょっっとびっくりしたんですよここの,の A124 項とか125項のところね状況によっては許容範囲が重要性の基準値の数倍になることもあるとえっ、ー、と思ったんですよ実務でそんなこと考えられなかったんですけどねこれちょっと今何言ってるのかねこれちょっと実務の今後の経過を見てまたご説明する機会があればしたいと思いますが。 重要性の基準値ってそれ,それを超えたら虚偽表示の金額ですよ。ね、重要性の基準値っていうのはその金額以上だったら財務省において重要な虚偽表示となる金額ですよ。その範囲をねその数倍は許容範囲になるってそんなことあり得るのかなっていうちょっと正直な感覚です。まあ、こういったことも一応基準に書かれてるんでご注意ください担当的にはね。 あのこのね特権リスク会計上の見積もりに関して特権リスクだった場合は、まあ、当年度の監査でね運用評価手続きやんなきゃいけないとか、えー、実証手続きだけやる場合は詳細テストを含め,含めなきゃいけないというのはこれは従来の特権リスクの時の手続きと全く一緒ですからこれはこれでいいと思います。はい で,す、ね、で運用評価手続きね、まあ、会計上の見積もりについてね何か内部統制の運用状況を評価をする場合に手続きをやるんだったらどういう時にやるかっていうと内部統制が有効に運用されていると見込まれる場合これはね裏付けるため有効性の想定を裏付けるために運用評価手続きをやるっていうことともう一つね実証手続きだけだと十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合この場合には運用評価手続きをやって裏付けるる必要があると、ね、統制リスクの評価を裏付ける必要があると。 いうことでした、はい、であとね見積もり会計上の見積もりについては総括的な評価をしましょうということが基準上明確になっています。ね、であの会計上の見積もりについてね、えー、いろいろ監査証拠をもそれまで入手した監査証拠に基づいてじゃあアサーションレベルのね重要な急激表示リスクに関する評価、ねえー、これ依然としていいのかと例えば 貸し引きに関する固有リスクの評価が低いって言ってたけどそれが本当に低いままでいいのかということそして次財務所表における会計上の見積もりの認識、測定、表示及び中期これね会計基準、ね、新しく出ましたからね中期に関する経営者の決定が会計基準に準拠しているかと中期それだけで大丈夫なのと、ね、いうことそして十分かつ適切な監査証拠本当に入手してるのというような総括的な評価をしましょうということです。はいそして最後ですね10ページ目 えー、中期事項に対する検討手続きの充実と、まあ、ここはねちょっと細かいので、まあ、よほどちょっとリスクヘッジをしたい方はね中期事項についても合理的かどうかを、ね、しっかり監査手続きやらなきゃいけないまあその程度ででいいですよ中期っていうのがそもそも何かっていうのはエディネットの、ねえー、会社の財務諸表の財務の後についている、えー、中期事項というところを、ね、見ていただくとあこういうことを書くのか例えば、減損計上したらね減損会計についての中期とかね 退職給付費用について退職給付会計についての中期とか税効果いろんな中期がありますで、ね、その中期についてもね、えー、であと会計上の見積もりの中期、ね、そこについても、ね、ちゃんとおその中期がしっかりとですねあのなされているかっていうことについても証拠を得なきゃいけないというようなことが書いてあるわけですその他もねちょっと入れておきましたがここやるとねちょっと、あのー、内容ぼやけますので、まあ、このぐらいでね十分かなと思っています。 はい、というわけでですね、まあ、1時間半にわたってね、えー、ご説明してまいりましたが、えー、っともう1回あの、ポイントとしてはここなんですよ。1ページ目の監査基準の令和2年11月改定これは試験範囲に入りますよというところが発端で,で大きい改定としてはその他の記載内容とリスクアプローチの強化あとは、ね、まあ、一番あの、えー、っとちょっとごめんなさい、ここにはないんですけれどもこの会計上の見積もりの監査か540。ね このその他の記載内容とリスクアプローチ、ねえー、まあリスクアプローチの中に会計上の見積もりも強化っていうことが含まれていると考えてください。でその他の記載内容については環境の720でより詳細なことリスクアプローチの強化については本当は315なんですけどもこれは試験範囲 ごめんなさい令和2年の12月担当では試験範囲外なので315はちょっと今回はね置いといてただここに関連して会計上ののの見見積もりのは試験範囲なのでそこまあただね環境の720540もそうですがやはりですね今回のこの海底の本店講義で扱った監査基準の改定部分ですよつまりこの1ページのね、えー、このその他の記載内容と2ページのあー丸1と丸2のリスクアプローチの強化に 関してえー、っと まずね、2ページ目でやりましたよね。2ページ目でその他の記載内容についての、えー、内容をやってきました。2ページ目とか3ページ目でやりました。で、3ページ目の括弧コ4からこれ、換気法の720の内容なので、まあ、ちょっとね、重要性があの若干ね、落ちるかなと。で、えー、っと、4ページ目も換気法の内容で、えー、っとですね、5ページ目の、まあ、換気法の内容ですけども、5ページ目の一番下のね、監査報告書のひな形はちょっと知っておいた方がいいでしょうと。で、えー、6ページ目のね、えー またリスクアプローチの改定に関してのこの監査基準の部分、これは大事ですよね、6ページ目、7ページ目と、ね、いうことですで。8ページ目からの監査基本540については、ですね、まあ、これはあのー、ちょっと、ね、応用論点ということで、えー、逆に言いますと、えーとね、もう一回、えー、ちょっと見直してみますが、そうですね。 その他の記載内容の書いてある3ページ目の後半からですね、3、4、5ページの真ん中ぐらいまではちょっとね、あのー、 細かいというかさらに上級を目指す人の論点そして、まあ、67は基本的ですけども8ページから最後まではまたさらに細かい内容上級論点ということで、まあ、どこまでね抑えるかですけどもまず絶対に抑えなきゃいけないのは先ほど申しました123ページ目の真ん中まで1ページから3ページ目の真ん中までとえー 6, 7, 8ページですね。六七ごめんなさい。6, 7ページ。6, 7ページ。1,2,3ページ目の真ん中と6,7ページ。これはもう絶対に押さえると。それ以外のところはね、皆さんの学習の進み具合で押さえていただければ。ただ、まあ、あの、ちょっとトピックですんでね、特にあの論文は意外とそのトピックに、 完全に引っ張られるってことはないんですけど、担当はねやっぱり20音ありますから、どのね試験員の先生もやっぱり興味持ってるところですんで、あのまああの担当で監査論ちょっとアドバンテージ欲しいなって方は今日やった内容はまあ、全体をね通じて押さえといていただきたいというふうに思います。はい、えー、まあ以上ねなります、えー。それではね、えー、この監査論の改定論点の担当論文対策講座、あこれで終わりにしたいと思います。どうも皆さん、えー、ご清聴ありがとうございました。